村民はなんで芸人になろうと思ったの？もうずっとお笑い芸人憧れはあって、うんうん、昔から好きで、うん、高校生の時に R1 グランプリに出たんですよ。それで部活の遠征で東京来てて、ついでに1回戦出ちゃえっつって出て、それに 2回戦行ったんですよ。それでむちゃくちゃ調子乗っちゃって、僕面白いぞっていうのまま大学出て就職して、結局諦めきれなくて戻ってきちゃいました。大学も出て就職もしたの？就職もしました。北海道でサラリーマンやってました。今27やろ？27です。北海道でサラリーマンどれぐらいやってたの？もう1年弱しかいなかったですね。あ、それで1年弱やって、やっぱり俺はお笑いやるんだっつって、もうサラリーマンやりながら、うん、なんか向こうで素人が出れるライブとか出るようになっちゃって、もうそっちに傾倒しちゃって、うん、そっからもうやめて東京来ちゃいましたね、うん、それで今4年目になりますね。憧れがちょっと捨てきれなかったです。すごいね。全然その時の同期はもう課長とかになってますけど。じゃあ、はい、せっかく世代33歳差あるから、ちょっと質問したいことを思ってさ、はい、あのホワイトボードかなんか用意してくれてるんですか？じゃあ、はい、60歳の冷蔵庫マンと27歳の村民に聞きますけど、はい、子供の頃のお笑いヒーローは、まあ、小学生とか、まあ、上がる前とか、まあ、覚えてるだけでええねんけど、やっぱね、33歳差あるとどれぐらいになるのかなと思って。ちなみに冷蔵庫マンは子供の頃からお笑いはやっぱ好きやったんですか？お笑い好きでしたね、うん、普通にテレビっ子だったんで、お笑い番組見てましたよ。冷蔵庫が開いたことで結構みんな冷蔵庫が開いた冷蔵庫開いたっつってそう、ちゃんとねフルーツが入ってますからね、フルーツが。はい、はい、60歳、49歳、27歳、子供の頃のお笑いヒーロー誰ですか？せーの、はい、ちょっと加藤茶さん、俺は志村けんさん。おお。で、村民、畑ヨーク。もうエンタの神様のその時代で。で、いつもここからからの流れ星。これ、いとこの家でオンエアバトルを見たことがあって、その時に流れ星さん出てたんですよ。はあ、そう。で、その回で唯一、その小学生でも分かって面白かったのが流れ星さんだったんですよね。うん、それでオンエアバトルのめり込んでっていう。加藤茶さんはあれですか、やっぱあの志村けんさん入る前とかですか？入る前ですね。ああ、やっぱり新井中さんの加藤ちゃんペとかちょっとだけよとか、その頃はやっぱ加藤茶さんがエースでしたもんね、ドリフターズはね。そうなんですよ、うん、で、あの志村さん入る前に生見に行ってましたからね、うんうん、え、草公会堂に。あ、すごい。で、志村さんがあの見習いで出てました。あ、ジャンボマックスとかも出てましたね。そのあれですか、ちょっとちょい役とか通り過ぎるだけみたいな感じで。そう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 です、そうです。すげえ、志村けんさん見習いっていうのも伝説上の話だと思ってましたし、そう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 、揃ってるドリフターズさんは見たことなかったですね、うん、みんな真似してましたよ、小学校の時。もうその畑ヨークなんてもう最近やもんだって、はい、そうそうそう、うん、いや最初に触れた記憶はこのあたりです、うん、あとレギュラーさん、あるある探検隊とか。もう俺のイメージでは畑ヨーク売れてたの一昨年ぐらいのイメージやで、もう小学校です僕まだ、うん、コロナ前ぐらいやったかなぐらいの、うん、そんな最近すぎるわ、うん、もうエンタの皆さんから、うん、なんとなくそのお笑いっていうのがあるんだなを理解し始めた感じですね。そうか、まさにエンタの神様が、はい、全盛期の頃とかが小学校の高学年ぐらい。そうです、ギター侍、うん、はい、いつもここからさん、あるある探検隊、そのね、うん、真似したくなる人が多かったじゃないですか。毎週楽しみやったんや、うん、をビデオに撮って、ね、うん、夜遅いから起きてちゃダメなんで。あ、え、エンタってそんな遅かったっけ？10時とか。エンタ夜10時です。ああ、9時には寝なきゃいけないので、ビデオテープを1本だけ買ってもらって、それに上から焼いて上から焼いて毎週エンタ見る。え、まだビデオやった？そのまだビデオでしたよ、その頃。間違って爪折ってどうしようもなくなったりとか最初の頃やってましたそういうことはしてんねよ。はい、でもその辺から多分ハードディスクレコーダーとか現れた気すんねんけどな。中学生の時に親父がなんか会社のイベントでハードディスクレコーダーもらってきてびっくりしました、うん、DVD も見れるし勝手にビデオが撮れるし、こんなテープいらないじゃんっていう。ちょうど飛び石さんが卒業した入れ違いぐらいでオンエアバトルいとこんちで初めて見たぐらいの年代だと思います。君は若いんだな実はね、そうなんですよそうか、本当出たけど見た冷蔵庫マン。
冷蔵庫マンさん、いつですかね。元プラスなんですけど。あれ？ごめんなさい。ごめんなさい。オンエアになんなかった。あ、見てないです。では見てない。いや、俺本当にね、冷蔵庫マン、オンバトプラス出た時、僕見てましたけどね。はい。まあ、敗者コメントが真面目なの。あれ、真面目にやらされる。真面目にやらされる中でも、特に真面目やった、ほんま。なんですよ。びっくりした、ほんまに。いや、ちょっと村民がな、やっぱりこう、カルチャーショックやな。じゃあ、まあ我々、僕と冷蔵庫マンはドリフじゃないですか。はい。で、村民エンタでしょ？はい。じゃあ、それ以外に楽しみにしてたお笑い番組。だから、自分が小学校3年、4年生ぐらいの時に漫才ブームがあったから、うん、その、やすしきよしさんとか、ツービートとか、しんすけりゅうすけさんとか、それがもう小学校の時やったな。その、ページさんにとってのやすきよさんとかが、うん、ハタヨークさんです。一緒にすんなよ。一緒にすんなで。え？あの頃のヤスキは神様やってんから、ほんまに。いや、でもハタヨークもすごかったよ。本当にすごかった。ハタ、あの辺やったらハタヨークとか、あとヤックンとか。あ、そうですね。まあちょっと一緒に営業とか行ったりしたら、もう、桁違いやったもんね、完成とかが。なんだろう、暴れヌンチャクは見ていた記憶がありますね、暴れヌンチャクさん。あ、そう、暴れヌンチャクでも結構俺同世代ぐらいやんけどな。飛び石さんも見てるんですよ、そうなると。え？だオンバトじゃない番組とか、あ、めんこいテレビだ。え？岩手やったっけ？岩手です、僕。あ、そうや。そう、俺はずっと長らくね、岩手県だけで流れる岩手めんこいテレビで、カラオケのチェーン店が一社提供のローカルな番組の MC をずっとやってたからな。ずーっとやってたよ、ほんま。それだ。その岩手県のそのチェーン店の中のカラオケボックスでロケさせてもらうねんけれども、もうそのロケ先に行ってるバイトの店員すらもその番組のことあんまり分かってなくて、でも邪魔くさそうにされるっていうね。うん、はい、じゃあ子供の頃に楽しみにしてたテレビ番組何ですか？はい、はい、俺はもうもちろんひょうきん族だよね、はい。パンチでデート。パンチでデート。パンチでデート。三枝さんとな。はい。清志さんが。パンチデート知らない？知らない？一目あったその日から恋の花が咲くこともある。見知らなかった、見知らなかったが。デート取ります。パンチでデート。わかんない言葉を流し込まれた。これ結構斬新な番組でしたよね。そうですよね。要はカーテンに、こう、画面の真ん中にカーテンがあってね。こう男性と女性が座ってんのよ。で、桂三枝さんと西川きよしさんがそれぞれ男性と女性についてて、いろいろ質問していくのよ。要は、その二人をちょっとカップリングしてるわけね。で、ご対面つってカーテン取ったら、そこで初めて顔が見れるわけ。で、顔が見れて、そこでマンツーマンでちょっと喋って、この人と付き合いますかどうですかっていうのをその場でやるっていう。うん、で、後ろに大きいハートがあってね、電飾で。そう。はい、両方ともが OK でボタンを押したらハートがバーってつくね。なんか人の恋模様を覗けるバラエティの走りみたいなことです。うん、ごくたまにね、はい、女の方だけついて男が断るパターンがあって大貧粛っていうのもあってんけど。そう。それがね、そう大貧粛で、うん、女の人は断るのは結構あったよね。うん、そう、女の人は結構、男は大体な確率でつくねんけど。うん。でも結局一番しょぼいのは両方ともついけへんパターンっていうね。ちょっと寂しくなるやつ。ごめんね、村民気遣わして。すげえ。あと、顔名人会ね。顔名人会。顔名人劇場ね。名人劇場ね。漫才とか流してた。そう、普通にネタ番組ですね。顔名人劇場っていう番組は日曜のね、夜9時ぐらいからってね、毎週違うことをやってるのよ、名人劇場って。でも、よくやってたのが漫才を、当時やっぱり10分、15分尺ありましたね、一組。ありましたね。すごいな。それでもう4組5組ぐらいがバーって見れたりとか。贅沢な番組ですね。村民の荒引き団なんてもうちょっともう先々週の話やろ、それ。そうだよね。もう先々週やわ。荒引き団はもう高校生の時、毎週楽しみにしてましたね。オンエアバトル。うん。ですね。荒引き団なんかもうめっちゃ最近やねんけど。だから出たくて DVD 送ったりしてました。自分で放課後の教室で撮って。うわ、すげえな。当然何にもならないですけどね。俺はね、両方とも出たことがあるんだよ、俺。すごい、羨ましい。オンバトがね、めっちゃ貴重やったのよね、あれ。見れる
見られるネタ番組はこれだけだったぐらい、ね、あれがやっぱ何が貴重かってさ、もう全国ネットでさ、もう北海道から沖縄からもうどっかちょっと離島からさ、うんうん、どこもさ、ほんと同じ時間にドンでスタートするっていうのはさ、うんうん、やっぱりそのネタ番組って多分ほんとオンバト以来ないんじゃないかな、うん、そうだと思いますね。どこの曲は入らないとかエンタの神様ですらやってない地域あったらしいからね、あの前世紀の、あ、そうでしょうね、日テレ入らないってなれば。おお、でも宮崎かどっかはやってなかったらしいよ。へ、宮崎だか鹿児島かどっかはなんかやってないって聞いて、だからあの当時人気絶頂の頃の畑よくがいて全然人集まらなくてびっくりしてたんですよ本人が、うん、じゃあどうしようかな、何聞こうかな、世代感が分かるやつ。いや面白いな、楽しいですね。じゃあはい、最終的に誰に憧れて芸人になったかっていうのはあります？最終的にあります。誰に憧れて、うん、じゃあいけるかな、な、はい、はい、せーの、ダウンタウン南信介さんですよ。世代散りましたね。世代散ったな。うわ、本当？いやー、この3組むちゃくちゃ影響を受けてますね。怖い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 。南信介さん？あの笑点の司会もやってました。もちろんもちろんもちろん。南信介さん、すいません、勉強不足で。いや、もう南信介さんって俺らよりもっと上の世代の、もう要はもう本当、はい、お笑いの MC っつったら大体ね、南信介さんとか、そうなの、もう本当、もうさんまさんとか信介さんぐらいに出てたような、出てた、もう、そうなんですね、ゴールデンの番組とかで何つけてもバラエティは南信介さんだと思う、ね、分かろう、でも僕がね本当にね、うん、幼稚園とか小学校低学年ぐらいの時にちょっと出てはったイメージで、はい、ちょっと早くに亡くなったんですよね。結構そう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 、ガラないわ、ガラないってもうモロ世代なんで、うん、あ、それはもう4時ですよだっていう伝説の関西ローカルで伝説の番組があって、はい、月曜から金曜の夕方4時から5時まで1時間生放送っていうのが、はい、ちょうど俺が高1になった時に始まって、はい、高3で終わってんのよね。あ、そんな短かったんですか？そう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 、もう、はい、めちゃめちゃ忙しくなってやっぱ出れなくなったよね。うん、東京に移住して。あ、そっか、うん、大阪の番組だったん、そうそうそう、その時にもう心斎橋二丁目劇場っていうところがそこで生放送やっててんけど、その下にあの有名なほら、まあナンパ橋ってあるじゃない、大阪で引っ掛け橋って言うねんけど、はい、本当は恵比寿橋っていうあのグリコのマークとかあるところの、うん、ああ、はい、大阪行った時見に行きました。あそこの橋の上にも女子中高生で埋まるっていうダウンタウンの出待ちで、そうそうそう、マジで当時やっぱりビデオとかを持ってる人とかが少なく買ったりとかしたから、うんうんうん、4時ですよだみたいから部活やめるみたいなやつも増えたりとか、そんな影響力あった。いや、ほんとほんとほんと。で、まあそんなこんな、まあ他にもいろいろ好きな人おってんけど、やっぱ我々が入った頃はもうみんなもうダウンタウン病やったから、はい、衣装と松本っていう本があって、うん、もうもろにそれに影響受けて、うん、衣装は拝読しましたけど、うん、あれに影響受けまくったら、うん、マジで激尖り芸人、激尖り、みんな激尖りやったのマジで、うん、すごいな、みんな影響受けるよね我々の世代は。僕最初ダウンタウンさん知ったのが、うん、ヘイヘイヘイの司会の面白い方っていう印象で、お笑い好きになってからダウンタウンさんのネタ動画とかいろいろ見るようになって、あ、そう、あ、すごいっていうのを、いや、はい、もう我々からしたらついに音楽番組の司会やりはったでみたいなぐらいの逆の入り方ですね。そう。もうどんどん登り詰めていく過程の途中を見てたから。そうなんだ。もう登り切った後に知ってるので、うん、いやもう、そうですね。っていうか、問題は村民の3人ですよ、もうほんま。はい。もう大問題ですよ、これ。これお前問題児だよ、お前は。本当に、本当にそうなので。ラーメンズと虹の黄昏は並べちゃダメなんだよ。はい、これはもう、ほんと、同じカテゴリーに入らないから、これは。だから、僕、芸風が飛び散る。わかる。あの、虹と薩摩川くんはわかるよ。はい、それはわかるけれども、そこにラーメンズ入れちゃダメなんだよ、それは。はい、本当に、ズブズブって中学生の時に行ったのがラーメンズさん。中学の時。でもその頃ってもう、オンバート出てないじゃない。テレビとか。DVD を借りました、近所のレンタルビデオ屋さんの会員証を作れる、たんです。中学生以上になると。それでお笑いの DVD いっぱい借りるようになって、うん、昔のオンエアバトル、例えばアンタッチャブルさんのネタだけみたいな DVD がいっぱい並んでて、それを端っこから借りてってラーメンズさんハマってっていう形、ね、いや、なんかね、やっぱね、ほらラーメンズとかって、はい、あの
ある日ぱったりテレビとかでネタをやらなくなったから、はい、いろいろ話聞いたのはやっぱビデオとか DVD のレンタルでの回転がめちゃくちゃ早かったっつって早めてた一人で、やっぱみんな見たかったみたいで、うん、君の憧れのラーメンズの片桐仁さんと今度やついフェスでコントやるから俺、はい、そう羨ましい待ってあれ何投票かなんか決まんの投票なんですかね多分投票なのかな、あれみん全組出るんだよね、あのいろいろ10組出ます、10組出ます。すごいな、はい、わから大学生の時にバイトしてて、着ぐるみの中身をやってたんですけど、うん、その時に出役で片桐さんがいらっしゃってて、うん、会って僕エレベーターで泣いちゃって。片桐さん何しに来たの？その番組の出役として、うん、あの、岩手のローカルヒーローに出てらっしゃったんですよね。あ、そうなんや。はい、なるほど。主人公のお兄さんみたいな役で、ガンライザー。あ、そう。